山浦ひさしのとことん。一スタは2012年4月16日から2013年3月29日までテレビ愛知で放送されたワイドショー。テレビ愛知本社第一スタジオからの生放送。略称は一スタあるいはとことん。毎回日本の政治、経済、衣食獣などを話題に取り上げていたワイドショーでコメンテーターに招いた。 文化人たちの論説と意見交換によって、それらに深く踏み込んでいくことをコンセプトにしていた。名古屋市の繁華街や中部国際空港などで収録してきたインタビュー映像も番組振興に活用していたが、地元の話題だけにとどまらない内容を取り扱うようにしていた。それまで平日15時台に放送されていたローカル情報番組3時の坪。 に変わってスタートした帯番組で司会はかつて同番組のレギュラーだった山浦久史と名古屋良子が務めていた。またその他のレギュラー陣も同番組からの継続出演者たちが務めていた。放送開始当初は街頭からの生中継企画を行ったり番組自体のコンセプトとは無関係なテレビショッピングのコーナーを入れたりもしていたが番組はこれらを早々に廃止し以後は 山浦とコメンテーターたちによるスタジオトークに的を絞るようになった。また、番組公式サイトには当初、生放送の終了直後に山浦が書き綴ったその日のテーマに対しての感想や、東海エリア在住者たちからの意見及びアンケートの集計結果などが掲載されていたが、これも2012年10月の更新とともになくなった。なお、この番組が使用していた、 LED デジタルサイネージビジョン等のセットは第1スタジオに常設されており同じくテレビ愛知で放送されるローカル番組用のセットとしても使われているいずれも日本標準時基本的には週5日間の放送だったが3時のツボ時代と同様に祝日には放送を休止していたこのうちレギュラーコメンテーターは2012年10月の 番組公式サイトリニューアル前までは喋りにスターと表記されていた。それ以降は名越がとことんファミリーと番組内で故障していた。2012年12月22日から2013年9月14日まで同局で放送された関連番組。放送時間は毎週土曜12時30分13時。土曜版に相当するが、こちらは ワイドショーではなく、かつての3時の壺のように地元の話題を伝えるローカル情報番組として放送された。最終回から2週間後の2013年9月28日には15分特別編のトコトーンサタデースペシャルが同局で放送された。さらに同年10月20日からは放送曜日を変更して MC 以外のメンバーを総入れ替えした。 後継番組日曜なもんでが放送されているありがとうございます